九条流とは、藤原北家の藤原諸助の子孫を表す用語、及び同一族に伝えられた夕食古日の流派。藤原忠道の陸奥、九条金実を外する家系。藤原諸助は、関白、藤原忠平の次男に生まれ、右大臣にまで昇進した者の兄、真頼りの存在のために、摂政関白になることなく終わった。 だが、有力政治家の一人として、子孫のために、九条年中行事という朝廷内の礼儀やしきたりをまとめた書物を残した。諸助の子孫は女子に恵まれて、霊勢天皇から五霊勢天皇までの実に八代にわたる天皇の外籍となって、摂政関白の地位を独占した。特に、藤原道長、寄道夫氏は前後70年にわたって、 宮廷政治を支配して、摂関政治の前世紀を築き、その子孫は、御堂流と呼ばれて、代々摂政関白と富士市長者の地位を継承した。その際に、九条年中行事に基づいて、宮廷日式を遂行して、式たりを重視する、宮廷社会において他に対して優位な立場に立つ、ことを図ったという、諸助。これまさ金道喧嘩、十日図十君。 遠則高光ため光人前金末安子高子愛偶、ご重子。道高道綱道儀、道長金利長子仙市安子。忠道。金根。藤原忠道の六尾、九条金根を外する公家の家系を九条流という。その孫道家の三子教未、両美、三年綱はそれぞれ富士市長者となり、九条家、二条家、一条家の外なったため、 以後は、この三石家のことを総称して、九条流石家という。同様に、藤原忠道の四男、この江元真を祖とする家系を、この江流と言い,い、その孫や実の西、金常、金平もそれぞれ藤氏長者となり、この江や高塚酒の祖となったため、以後は、この二石家のことを総称して、この江流石家という。なお、 九条金真を外する九条流の九条家と、それが九条、二条、一条の三屋に分裂した以後の九条家を区別するために、鹿は後者のことをあえて五九条家と呼ぶこともあるが、これはあくまで用途が限られた、便宜上の用語であって、歴史上そうした名称を九条家が使ったことも、使われたこともない。この絵元金を外するこの絵流のこの絵家と、それが、この絵。 高津笠のアに分裂した、以後のこの池を区別するために、鹿は、後者のことをあえて、あとこの池と呼ぶこともあるのも同様である。ありがとうございます。